巨人は今年よりは上積みは僕はあると見てますね。はい、坂本が去年復活しましたし、いや坂本勇人もやっぱりいろいろなねこの事件があって、うんうん、そのやっぱり謹慎期間みたいなのがあってね、もやもやしてたんで、坂本も終わったよっていう話をよくしてる人がたくさんいたんですけど、ね、全然終わってねえよ、うん、バッティングに関しては全然終わってないし、うんうん、終わってみたら280、90打つ選手なんで、やっぱ力あるんで、坂本、まあ、岡本ももうねもう4番でドーンとねドーンといますし、その門脇っていう選手はね、そのディフェンス面からあのやっぱりいいあのものも出てくるので、秋広もあれですよね。そうですね、秋広も出てきてくれたっていうのが大きいんで、だから